こんにちは、こいちゃんパラダイス競馬予想。今週も、武将様と一緒にお届けします。よっしゃー。岩部、はい、俺のジャージが何か分かりますか？それは福永雄一大先生のジャージですね。さすがやな、分かるね。さすが岩部は今ウマンチュで一番立党に行く人間やから。いや、福永さんに言うてるんですよ、それくださいよ言って。あ、そう、はい、これ結構前にもうてんけど全然来てなかったから、あ、もったいないから一回 YouTube で来とこうと思って。で、サイズがもうないんよって言って、もう作ってないからって言って。そうや、俺も結構デカめのサイズやったからね、もらった。そうですよね。でも彼らは一応ね、俺も福永川田は結構くれるけど、めちゃくちゃあれやね、ええところに頼んでるから着心地もええし。あ、甘いっすか。デザイン的にもほんまに普通に着たいぐらいよね。俺はルメールジャージだけです、今持ってるのは。それを逆に俺持ったことないわ、ルメールのジャージは。あ、甘いっすか。会員入りのルメールジャージ。ではもうね、関西ではもうルメールの親友という肩書きですからね。もういや勝手に言うてるだけですけどね。いやいや、向こうも言うてくれてるから。いや、ほんまにね、ええ、うん、人は多いですよ、ジョッキーの方は。多いな、結構。だから、ね、ジョッキーの方も厩舎のね、藤原厩舎とか、はい、清水さんもそうやったけど、はい、あのメディア大歓迎、逆に宣伝してくれてありがとうスタイルの人が増えてきたから行きやすいですね。そうですね、はい、いや本当ありがたいです、取材する側からしたら。またちょっとね、ネットニュースでも上がってましたが、はい、私が鯉のぼりになるという件。そうですよ、ニュースびっくりしましたよ。あ、もう今なんや。はい、6月14日がほんま俺結婚記念日。お、614、はい、うん、で15日もこの転写日と一粒万倍日、はいはい、言ってましたね、が重なる一番新しく始めるにはいい日やってるけど、まあ、はい、実はそこにはちょっと間に合わず、はあ、だからね、ネットニュースに載ったのは MBS ラジオで喋った話がそのまま載ってんけど、まあその、そうですね、うん、はい、実はやっぱり一応名前を変えるにあたって、そこまでについてくれてるスポンサーに話をしないといけないというところで、うん、確かに急すぎて間に合わへんから、うん、はい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 、はい、頭ぐらいから徐々に変えて、そういうことですね、いくという感じになりますかね。今日はウマンチュにね、細江純子さんが来られてましたが、はい、面白かったですね。面白いし、なんかこういうことあんまり言うのはどうかと思うけど、はい、これ細井さん結構ずっと好きやわ。確かにね、いや確かに、うん、かわいくない？かわいいです、かわいいです、なあ、かわいらしいです、はい、うん、ほんでかわいらしくて、まあ、いい大人の女性やのに喋る内容がギャップがありすぎて、まあ、ちょっとウマンチュでどこまでオンエアされてるかは分からんけど、まあそうですね、とんでもない下ネタ劇場でしたからね。いや、ちょっと楽しみですね、どこまで使われてるのかが。使われてんのかな、すごい、まあ、ほぼほぼ使われてないか。数はすごかったか。いや、手数はすごかったですね。ほんまに30分収録で48手ぐらい打ったんちゃいます。いや、売ってたね、まあ、おそらく使われてない部分で言うと、はい、土曜に雨が降るから日曜のババがびちょびちょになるって言ってあったな。びちょびちょならばこの子びちょびちょ、びちょびちょのぐちょぐちょかもですねみたいな、なんかそんな言い方しました。今日はじゃあね、ウマンチュがマーメイドステークスやってるんで、はい、このチャンネルは、裏のユニコーンステークス行きましょう。
ね、1600m ダート戦東京メイン、はい、正直ウィン5は頭を抱えるようなメインが2つ。確かにここをウィン5何頭に絞るんですかっていう話ですよ。なんなら、なんならここ一番多めでもいいかもですね。そうやね。はい。意外とマーメイドの方が絞れやすいんかなって、ウィン5なんで。な、頭で言うとそうかもしれんな。そうですね。いや、こっちはちょっとね、展開一つで、どれが来てもおかしいな。先行予約みたいに言うちゃうけど、俺はウマンチュで発表したマーメイドステークスの自分の本命馬は多分ウィン5に入れないからね。ああ、そうなんすか。2、3着という意味での本命馬。ああ、そっか。かな。うん。確かにな。じゃあ、岩部から聞きましょうか、今日は。はい。うん、行きましょうか。じゃあ、私はですね、おう。14番のカーレン・ロマチェンコから行かしてもらいましょうかね。おー、これ来たか。はい。なるほど。うん、まあここ数走、まあ、1400中心に使ってるんですけれども、まあ芝スタートはまあお手のものというか、うん、もう慣れっこですからね、何の問題もないから。あとちょっとね、前行きたそうな馬が数頭いる中で、うん、前目運びの一番外目の馬から行こうかなって感じでしたね。ね、カレン・ロマチェンコね、やっぱり揉まれすぎるとね、ちょっとねガタッと崩れたりするんですよね。気持ちよく鼻取り切りゃ直線しつこくいつまでも伸びるんで、スタートしてから1コーナー向かうまでの間にしっかりと鼻取れるように、上からズバッとかぶせれる一番外のに入って僕は良かったかなと思います。はい。でまあちょい距離は伸びますけれども、前走前々走見てる限り、1ハロン伸びても何の問題もないかなと、うん、特に2走前なんか、すごく僕は強かったかなと思い、あっさり逃げ切りやっちゃってほしいかなと思います。おう、うん、これは、まあ、俺もダート戦はほとんどもう決闘勝負になってくるけど、これもマクフィーやから、はい、もちろん県内には入ってくるよな。うん、まあ、言ってもオープン勝ちしてる馬やからね。そうですね。その割にはそこまで人気せえへんのやったら、はい、これはもう抑えとかなあかん馬やな、絶対ね。確かにね。いや、しかもそこまで鬼のように速くなるかって、そうでもないのかなとか、こういう時って意外と落ち着いたりするじゃないですか、うん、ペース。で前に行く馬が人気薄が多いから、後ろもそんなに突っかけていけへんのかなみたいな、隊列すんなり決まりゃ面白いなって感じですね。なるほど、うん、いいですね。はい。今目とは本命馬違ったな。あ、違いましたか。ここはまあでもね、何頭か頭に合ってるうちの一頭であることはもちろん確かやったから。こう、私の本命馬はね、はい、あの1番お、ゲンパチフォルツァ。おお、あ、私の絞った3頭に入ってましたね。まあやっぱり見てくるよね。はい。まあこの確かに馬はもうそうですね、もう前走見ていただいたらね、うん、分かる通り、まあ、前走もね実は6番人気でしたけどね、僕はもうこの馬を軸に馬券は買っておったんですけど、はい、なんか今回もね、前回一緒に走ったレースでゲンパチウォルツァが勝ったレース6番人気1着、はい、その時の1番人気で、ね、スタートうまいこと出れずに惨敗したルメールジョッキーのラペールーズ、うん、4番、うん、この馬が今回もね人気するとは思うんですが、はい、まあ、前回同様今回もどう見てもこっちやろうというね。おお、やっぱりね、ヘミフーズ3区で、で実績的にもしっかり走れていて、ダート戦
うん、でまあ当然かなっていうね結果やったんですけど、うん、それでもまだねそこまでゴリゴリに人気しすぎないのなら、うん、もう当たり前のようにもこの馬からね、まあ、正直ラペルーズには勝つだろうというね。ほう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 。いやこれもラペルーズもねすごいっすよね。これペルーササングでしょ。ああ、ほんまですね。これもだからちょっと未知の力を持った馬ではあるけど、はい、やっぱりこのジェニーヒューズサンク、ね、短距離イメージは多いけども1008までもうめちゃくちゃサンク的には走ってるから、うん、まあ、といってもねヘニーヒューズ3頭出てるからね。確かに4枠2頭はもうヘニーヒューズ枠ですから。はい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 。で正直この7番の方のケイアイロベージかゲンパチフェルザか迷った挙句、うん、まあ馬格も500キロ超えてるし、うん、前走もね馬格もあるし前走もやっぱりオープンすんなり勝ったし2走前もね、うん、負けてるとはいえ後ろから競馬してしっかりね、うん、後ろからでも4着にしてるんで、うん、ただ頭かと言われるとねちょっとこの、ね、ユニコーンステークス頭確かに、まあ、難しいけど、硬、うん、さで言うとまあうちの前で競馬をして、うん、3着以内一番硬いかなっていうのがこのゲンパチフォルツァですかね。はあ、そうきましたか。そうきてんけど、これは実はまさに、うん、相手的にはちょっと相手多いなっていうね。確かにね。まあ、例えば15番のサバ。はいはいはい、これもねアイルハブアナザーサンクで518キロ前走、はい、前走負けてるとはいえ2走前のオープン出遅れで5着、うん、はい、その前はまあ1勝クラス3馬身差楽勝、はい、この辺まで見とかないと、うんうん、という意味ではねあの捨てれる馬がおらんねんな。確かにね。俺はもうユニコーンステークスは3連単はやめてますんで。あ、そうか。岩部が3連単をやめたということは、はい、まあ、逆に相手が多すぎるレースは3連単買うのは損やからな。そうですね、うん、こっちに絞るよりも、厚めワイドでもいいかなみたいな。いやでも結局長い目で見るとやっぱりワイド3連単を対応していかないと。そうですね、うん、3連単ばかりを振り続けてるとちょっとね肩壊しますよね。これは結局本命が馬がずっと来てるのにこの数ヶ月不調なのは3連単を買い続けたからやな。そうなんですよね、うん、だって前半結構な当たりあったじゃないですか小石さん。そうよ。で今の終始聞いたら俺もひっくり返りましたもん、ね、なんでそんなことになるんですか。結局ねあんな勝ってましたやん。勝ってた時と負けてる時の本命馬が来る確率はほぼ同じ。ああ。3連単を2等軸で勝った時の2等目が来ない来ないというか4着あ4着多いです。ほんまに俺も今年4着めちゃくちゃ多いです。まあねちょっと穴に行く人は本当に4着地獄やから。けど4着で馬券負けた時の傷が深いんですよ。あれ深いよ。それも花さ負けの4着でね、うん、数百万馬券とかもありましたから。はいはいはい。いやー今回はなんか作ってほしいな。今回は俺と岩部の馬が4着争いをしないことだけを願って。そうですね、なんかどっちも4着ありそうな、まあ僕の方なんかより4着ありそうですけどね。3頭が差し込んでくるという。いや今回のメンバー見たら全頭4着の可能性あるね。ねえ、いやどっから行っても4着、4着どっから行っても1着ある。これはもう俺か岩部の馬がもし4着やったら笑おう。そうですね、ああ4着
4着はもうこれはもう笑うしかないです。10着はもうあの知らんぷりしたらいいだけやからな。いやほんまに、いやそれも10着はもう直線ね1ハロン手前ぐらいでも分かるじゃないですか。ああ、うん、もうこれは手応えないなって。4着は手応えいい状態ですからね。そこもじゃあ注目してもらいましょうか、皆さんに。そうですね、ぜひとも、うん、いやでもこのレースはなんかしっかり買えばね、そこまで大荒れはせえへんけれども取れるんじゃないかなというレースでは、はい、そうですね、うん、もう展開をどっちに読むかですよね、ほんまにこういう時は。そうやね、うん、まあ、ある程度はあのダート戦やから前が有利には違いないけど、やっぱ一頭飛んでくるということは多々あるからな、後ろから。そうですね、うん、さあじゃあ今回の、ね、あ今回も私はウィン5、今週はもうメイン2つがきついんで、うん、あ先週も全く自信ないと言いつつ1レース目外しただけでそこから全部当たってましたからね。ああ、だからもうこの時期に取っとかないと夏ちょっと正直きついでしょ。夏は絞れる馬が出てこないからね。ねえ、うん、だからもうこれラストチャンスかもですよ、宝塚まで残り2週、はい。まあでもそうですね、6月7月ではでも今はもうほとんど一発外してるぐらいやから、一発ぐらいはウィンファイブ当たるかなという感じもしますけど、うん、じゃあまた今日の様子もね、皆さん日曜日またそれぞれ、日曜日ちょっと今週は配信できないんで、はい、とりあえずウマンチュのマーメイドステークスとホイちゃんパラダイスのユニコーンステークスの2レースに注目してほしいですかね、はい。ダブル撮り行きましょう。行きましょう。お前な、はい、ダブル撮りまだしてないもんな、YouTube で一回も。そうですね。いや、どちらもダブル撮りはこれ、すごいことになります。いやー、これはちょっとまた、ユニコーンステッカーさんもしかしてあるかなっていう感じもしてますんで、これと岩部のダブル撮りもね。そうですね、うん。楽しみにしてます。じゃあ皆さん、頑張って、はい、だいぶ我々も金銭的にきつくなってますんで、競馬をやめないでも続けれるように勝ちましょう。いや、そうですね。いや、ほんまにそうです。ほんまに勝ちましょう。じゃあ、皆さん、はい、今週もありがとうございました。岩部、ありがとう。ありがとうございました。頑張れ。良い週末を。